自力で避難するということを選ばれるのは当然です。ところが、大臣が、仕事もできない。さらには、とにかく電話の会話という現場
文ちゃんが、そうとして、会見者と、弁護者が言うには、こういうことで、もうこれからは、奴隷だとね、みんな言ったら、奴隷だと。だって、税金を取られる、税金の自由はない、会社に課せられる、人事の責任を取れるってこともありますじゃん。ここで皆さんに言いたいというのは、ぜひ福島に対しての関心をお持ちいただきたいということを強く訴えています。皆さんにとって福島は、あまりにも遠いというふうにお考えの方もおられるかもしれませんが、これでも福島は私たち日本の仲間内の国です。その福島があれだけの被災をし、そして痛みを抱えている、今現在痛みを抱えながら生活をされている多くの方々へぜひお心を寄せください。それを一つのお手がかりにして、福島の方々が、特に若い方々もの将来をきちっと計画すべき、そして、平穏で健康な未来が彼らに訪れるように、ぜひお心持ちをお寄せいただきたいと思います。ここで訴えていることは、国の責任を強く非難しますし、公共電力のあまりの無策をご非難いたしますが、皆様方に訴えているのは、ここのバナーに書いてありますような、こういう問題を皆さんに、お考えいただきたいと思い、静かに目このような場所で皆さんに訴えさせていただいております。今ビラも配っておりますので、一体福島の現状はどんなものであるかということ、そういうことへもぜひ、お手元で、資料としてご活用いただけますようにお願い申し上げます。時間を取りまして大変申し訳ありませんでした。ありがとうございました。法務大臣が、法務大臣が、共謀罪の中身を公共に説明できないって、どういう自宅の強さ、弱さありますが、私たちは2011年3月の福島第一原発が爆発した以降、日本人の多くが被爆しました。そして強制避難になった地区を除いて、そこ以外のところから指示されたわけではないけれども、自分の健康や子どもたちの命を守りたいと自主避難した人たちが、この3月に住宅支援を打ち切られて、住宅保障がされないまま、さまざまなところに再び避難している現状があるわけですが、行政、国が、その当該自治体は、それまで避難していた場所から次にどこに避難したかという情報をきちんと調査していません。そういう中で先日までは連絡が取れていたけれど、連絡が取れなくなった人たちや、また伝えるところによりますと、さまざまな困難の中で命が待たれてしまった避難者もおられます。皆さん、こういう立場にいつ私たち自身が立つかわからない現状、これは日本の国の、例えば地震が
さまざまなところで起きている福島原発のようなあのような大きな大災害に私たちをいつ会うかもしれません。そのような時に政府の保障、そういう政策を受けられないとなったら皆さんどうなさいますか。ほとんどの人たちがきちんと自治体や国に対して交渉できるかもしれませんが、でもそういう人たちばかりではないと思います。福島第一原発事故が起こって6年、この3月で避難して住宅をやっと確保して住み続けられてきた人たちが現在本当に経済的困難に記録あって、子どもたちの学校の授業費がなかなか払えなくなったなど、本当に多くの問題を聞きます。皆さん、私たち自身のことだと手を向けようではありませんか。どうぞ知らせを配っています。受け取って情報を、本当の情報を知ってください。では次にまた支援者の方々にお伝えさせていただきます。お伝えしていただきます。新宿バス停の皆さん、こんにちは。私たちは焼き肉の実現ネットと言います。皆さん、福島の大原発事故がありました。あれはもう公害ですよね。公害です。事故などという名前やかしいことではありません。今も放射能はずっと放出されています。本当に私たちは放射能ともう縁が切れない、そういう生活をしなければならなくなりました。皆さん、あの時に緊急事態宣言出されました。原子力規制宣言出されました。まだ解除されていません。あの時に数字というものが変わりました。今まで食べてはいけなかったものが食べてよい、そういうようなことになりました。今皆さんにお伝えしている安田中にはそういうことも書いてあります。皆さんよくご覧くださいです。放射能基準値発熱点記録が当たりですね。それがどんな風に変わったかということが、このチラシに書いてあります。皆さん、見事に走っています。